国鉄多二29,300軽貨車は、1976年から製作された、農竜産専用の39トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継されている。 1976年4月28日から2004年にかけて総数62両が富士重工業、川崎重工業、日本車両製造の3社で製作された。それまで製作されていた農硫酸専用40トン石タンク車、多機5750系の後継として製作された車両である。1974年の保安対策に伴う。 初期順の改定に伴い、フレームレス構造、側張りなし大枠を持つ貨車の製作が禁止されたことを、受け、大枠に、側張りを設け、台車に、コロ軸受けを採用した。そのため、自長が増加し、荷重は、千5750型と比べて1トン、減少している。記号番号表記は、特殊表記符号を、高前知事、小滝と表記する。落成時の所有者は、 三井金属工業、小賀工業、三井金属三池製錬所、日本陸運産業及び同和工業である。1984年11月21日に三井金属三池製錬所所有者1両が三井金属工業へ名義変更された。1988年8月6日に三井金属工業所有者2両が上岡工業へ 名義変更された。1979年10月より化成品、分類番号、新84が表記された。各年度による製造会社と、量数、所有者は次の通りである。タンク体は小滝 29,、小滝29,300、小滝29,341は、対抗性、高張力構成で、図色は黒、小滝29,342以降は、 大流酸性構成で無塗装である。二役方式は、搬入は、上部の注入口から、搬出は、空気弁から空気を、注入加圧して、上部液で弁から行う上入れ、上出し方式である。大枠は、多機5750型では、自長軽減のために、車体側面の側張りを省略していたが、本形式では、保安工場のために、側張りを設けた。 ブレーキ装置は、小瀧29,300小千29,321は、手ブレーキと、石空ブレーキ、小千29,322以降は、手ブレーキと、CSD 型石空ブレーキである。台車は、スリーピース形状の台車が採用されており、小瀧29,300小万29,306は、 tr225 から1、小滝29,307以降は、tr213c である。下回りの塗色は小、小滝29,300、小滝29,341は黒、小滝29,342以降はグレーである。本形式は、1980年までに22両が、製作された時点で製作は一旦中止され、その後の増備は、 国鉄の財政難もあり、余剰車両活用の観点から多岐4万0千系の大枠を流用して改造名義で製作した多岐4万0千型が1985年に登場し、製作はそちらに移行したが、1987年4月の国鉄分割民営化に際しては22両全車が JR 貨物へ継承された。 1991年から多機46,000系の種車である多機45,000型が枯渇したため本形式の製作が再開され2004年までに40両が増備された。なお2002年以降の増備車は初期車が廃車された後に申請されているため62両前車が同時に在籍していたことはない。1994年から廃車が開始され その後も鉄道による硫酸輸送の減少から廃車が進み、2010年4月1日の時点では42両が在籍している。なお、多岐29,312が廃車後、渡らせ、渓谷鉄道足尾駅構内で生体保存されている。ありがとうございます。